持った感じはとにかく小さいですね。小さいんですけど、グリップはすごくしっかりしていて、握りやすいですよね。持ち歩きながら撮りたいと思った瞬間に撮ることができる。起動も早いので、スイッチを入れればすぐレッグが回る。これは本当に使ってて驚いたんだけど、スナップ的に使うには必要な要素が詰まってるカメラだなと思いました。この RF35 は本当に使いやすかったですね。単焦点だからボケも綺麗だし、マクロなので思った以上に寄れますよね。撮ってて楽しかったですね。好きなアングルにすぐトライできる。下から地面スレスレで撮りたいとか、俯瞰で撮ってみようとか、カメラを上に構えても液晶モニターをしっかり見ることができるし、バリアングルいいですよね。液晶モニターにタッチをして思い通りの場所にピントを合わせることができるんですよ。ピントを合わせたいところに触れば、液晶モニターをタッチすればそこにフォーカスしてくれるので、すごい使いやすいですよね。高精細だからこそフォーカスがずれるとバレちゃうし、それをピーキングでフォーカスがあったところをハイライトしてくれるので、動いた場合でも調整してフォローすることができるから、すごく安心して使いましたね。子供とか撮ると結構フォーカスって難しいので、瞳オートフォーカスがあればカメラがやってくれるので、撮り逃しなくいい表情が狙えるのかな。これは便利な機能だと思いました。エクステンショングリップというものがあって、これをつけると小指も使って5本指でしっかり握ることができるので、望遠レンズとか重いレンズをつけても握りやすいですよね。使ってみればすぐ体感できるレベルというか、もう使えばわかる。かなりブレが軽減できるので、移動しながらの撮影とか動きながらの撮影にも重宝する機能なのかなと思いました。このマウントアダプターなんですけど、 EFS レンズも使えるので、まあ EOS に慣れているユーザーが RP を持ってもすぐに楽しめるのは嬉しいですよね。フィルター付きマウントアダプターっていうのがあって、遠変光フィルターと可変式 ND フィルターをドロップインで切り替えられるんですよ。これは本当に便利でしたね。すごく面白いのはコントロールリングがついてる。僕は今回 ISO を割り当てたんですけど、コントロールリングを回せば明るくなる、戻せば暗くなる。これは本当に使いやすかったですね。絞りが8分の1で設定できるんですよ。すごい細かい調整ができる。 ISO とシャッタースピードを決めた時に細かく明るさが調整できるっていうのはすごく便利だなと思いました。夜景とか夜の街とか日中とは違った表現を撮りたい時に感度を上げていくとノイズの心配があるんですけど、使ってみるとノイズも目立たず綺麗に撮れるので、暗い中での撮影も安心でしたね。朝焼けとか夕暮れとか夜の街とかタイムラプス撮影をしたいなって時に、この1台があれば内蔵の設定でできるので、誰でも気軽にトライできるのかなと思いました。撮りたい時にすぐ撮れるっていうのは本当に楽しいカメラですよね。